どうも、フジャンです。19日の朝にですね、無事大阪に帰ってまいりました。行く時にお見送りのコメントをね、書いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。とても充実した4日間を過ごすことができました。でね、僕が大阪を留守にしてる間にですね、僕のチャンネルの登録者数がなんと1000人を超えておりました。ありがとうございます。もう本当に感謝です。これからもどんどんパワーアップしてやっていきたいと思うので、これからもね、変わらぬ応援をよろしくお願いします。で、僕が今回東京でね、たくさんお買い物とかしてきたんで、何買ったかっていうのはちょっとこの1000人記念動画みたいな感じでね、紹介したいと思います。ちょっと手抜き動画なんですけども、許してくださいませ。ちょっと久しぶりの動画なんで、自分の喋りとかがめっちゃ下手になってるなって今自分で実感しました。まずはね、東京に着いて新宿にとりあえず向かったんですよ。ゴジラヘッドを見に行こうと思ってね。で、この東宝シネマズに行ってジュラシックワールドを見てきました。でね、物販コーナーでね、ジュラシックワールドのグッズじゃなくてね、あのゴジラのシャツが売ってたんで、これ買ってきました。新宿襲来って書いてあるゴジラのシャツで、なんとなんとこの84ゴジラね、しかもこれサイボットゴジラなんですけども、このサイボットくんがプリントされてるってことで、もうほんと僕にとってはたまんないデザインだったんで、もう迷わず買いました。結構したんですよ。3000円か4000円くらいしたんですけども、なかなかこれいいデザインなんで、なんかイベントがあったら着ていこうかなと思っております。はい、これでまず1点目ね。で、このでっかい紙袋、これはね、いろんなとこで買ったものをまとめて入れてます。まずはね、どこだったっけ、秋葉原行ったんだったっけな。秋葉原のね、ラジカンの海洋堂のお店でね、この怪獣ブースカのリボルテック買いました。これね、もう開けて遊んだんですけども、もうたまんない最高の出来でした。これね、ほんと5年言い過ぎたな、3年前か4年前くらいからずっと欲しくてたまんなかったんで、今回ね、やっとこさこれ買うことできたので、もう本当にハッピーです。ブースカ大好きなんで、もう最高ですよてな感じかな。で、あとね、噂のね、秋葉のジャングル、あの特撮展っていうか特撮コーナーができたっていうね、あの秋葉のジャングル行ってきたんですよ。だからね、僕が欲しかったこのでっかい入んないね、スーパーディティールウルトラヒーローベスト21っていうこのセット品のおもちゃ、これずっと欲しかったんですけど、これが普通に置いてあってね、もう迷わず買いましたよ。未開封3780円。これはね、あのグレードとかパードとかネオスがすごいリアルなフィギュアとしてラインナップされてまして、でも500シリーズとはちょっとサイズが異なるんですけど、500シリーズで出てないウルトラマンたちを僕の500の欄にね、棚にね、こう入れてね、飾ろうかなと思って買いましたよ。で、これはね、もう東京のホテルの中ですでにレビュー動画撮ってるので、ちょっと今度ね、編集してアップしたいなと思います。よいしょ。うわ、他は HG シリーズもね、買いました。これは秋葉原のリバティっていうお店でね、買ってきたんですけど、ギャラリーシリーズのウルトラマン光、これちょうど僕持ってなかったずっと欲しかったんですけど、これ買ったのと、あと、もう組み立ててて一回もう収納してるんですけど、このギラゴジ、2001年バージョンのゴジラですね、これの HG を買いました。これ超リアルでかっこよかったですよ。でね、他はウルフェスに行って、限定装備じゃなくてこのエクリプスの装備を買いました。なんでエクリプスっていう話なんですけども、僕の地元ではね、エクリプスの装備がね、どれもなんか塗装が剥げまくってて、ちょっとね、綺麗なものが好きなので、なかなかエクリプスを買うことができなかったんですよ。で、やっぱウルフェスはね、さすがですね、綺麗なものがいっぱいありました。もうね、これ迷わず買いましたね。まあこれは最新商品ではないので、まあレビューはしないかもしれないですけども、これね、買いました。てか、ウルフェスでもうすでに限定装備がね、ハイパーゼットンじゃないわ、あのなんかゼットンアーマーか、ゼットンアーマーの X の装備とか、あとファントン精神とかしかね、もう残ってなかったんですよ。
あのタイラントとか欲しかったんですけど、タイラントなくてね。で、後日東京駅のウルトラマンショップに行って、このタイラントの装備を買ってきました。ウルフェスにはもうないんですけど、東京駅のショップにはもう大量にあったんで、ぜひ東京に住まれている方は、これ買いに行ってみてはいかがかなと思います。これもね、まあレビューするかこれも分かんないんですけども、まあ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 いいですね。これ最高な出来ですよ。で、これ懐かしのヒーローウルトラマン99の謎というね本を買ってきました。まあ、これは何で買ったのかっていうとね、後で後々お話ししたいと思います。他はね、まあお土産とかかな。あとは一応コンプセット買ったんですけど、一応単体で母が出たらラッキーかなと思って500シリーズのガチャ回してきたんですけど、まあ見事にね、ケロニアケロニア泥棒みたいな感じだったな。もうミラーナイトすら出ませんでしたよ。もうやっぱりね、なかなか母出ないみたいですね、これは。で、渋谷に行きまして、まあマルキューとか H&M の近くにある渋谷のマンダラケがあってね、そこでこの本買ってきました。大怪獣ゴジラ99の謎、この懐かしのヒーローというシリーズの本なんですけども、これね、なんで買ったかって言ったらね、じゃ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 ん、この本、これを昔持ってたからです。これはね、僕がもうかれこれ13年以上愛読している、もう人生の教科書とも言える本なんですけど、これね、ラストのページにほら大怪獣ゴジラ99の謎っていう本があるっていうの書いてあって、でもちっちゃい頃からゴジラ版もあるのかと思って、もううわ欲しいなと思ってたんですけど、古すぎてなかなかないと。それが普通にはあったんです。これも最高ですね。これもね262円という超安い価格でゲットできましたね。激アツでございますよ、これ最高ですね。これも読んでいきたいと思います。で、このウルトラマンショップで買ったこれは、このウルトラマンバージョンの同じ作者さんが書いてる本、本なん、同じ作者さんかな、あ、同じ方が書いてる本なんですけど、なんとね20年越しくらいかな、何十年ぶりかに新しい最新バージョンを書いたみたいなんですよ。なので、おっとっと、この本はウルトラマンからパワードくらいまでしか、まあ時期的にないんですけど、書いてないんですけど、これ最後らへんね、もうメビウスくらいまで書いてあるんですよ。なので、もうこれも胸熱ですよ。もうこの本の大ファンである僕にとっては最高な本です。まさかこれどっちも買えるとはね、思わなかったですね。てな感じです。で、家に帰ってきたら、こんなものが届いてました。これは東京に行く数日前に落札した HG なんですけども、セーラームーンのね実写版の HG シリーズです。実写版、皆さんね覚えてますかね。あの2004年か3年くらいに放送してて、平成ライダーのスタッフが手掛けているということで、もうバリバリ特撮なんですよね。女児向け特撮みたいなとこに位置づけられるんじゃないかなと思ってるんですけども、本当にこれねめっちゃ面白くて、僕は好きでした、リアルタイムで見てて。でそれの HG があったから買ったんですけども、まあその実写のあの女優さんの顔をねフィギュアで再現しようとしてるので、めっちゃ怖いんですよね。これがこんな感じで、アニメの可愛さとはまたかけ離れたちょっと奇妙なクオリティがこれ売りかなと思って、ちょっと心惹かれてねこれ買いました。これも今後レビューしたいと思います。で、東京に行く日にちょうどその時にもね HG がいっぱい家に届いたんで、それも今後ねちらほら紹介していきたいなと思うので、今後はちょっとネタに困らないのでちょっと最高かなと、動画配信者にとっては最高な時期かなと思いますけども、まあ、今後紹介するのは多分この中にあるものなのだろうと思いますけども、気長にレビューをお待ちくださいませ。というわけで今回は1000人突破ありがとうという動画だったんですけども、ちょっと方向性がずれて、ただのなんか商品紹介みたいになっちゃってすいませんでした。本当に1000人ありがとうございました。今後も、頑張っていきますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。